はい。えー、てぃ先生、ャーカーです。えー、今日はですね、ちょっと、あの、全国で戦うために、じゃどうしたらいいかっていろいろ考えたんだけど、やっぱりその中でやっぱサーブリターンの強化ってやっぱり必要じゃないかな。えー、っと、まあ、当然のことこ、サーブのバリエーションがあって、で、これ、ある程度の威力というか、あの、やっぱりこう、脅威に感じるようなサーブでないとね、やっぱいけないのかなって。それも、あの、バリエーションがあって、使い方がうまい。あの、グッドサーブってやつね、もういいサーブ。 当然、最低限の威力はあって、そこはやっぱりいるのかな、それとやっぱり、リターン力ね、リターンのバリエーションと、今、私うあのル論でリターン練習って入れてるんだけど、基本的なねリターンの導入からずっとやっていくんだけど、リターンでもしっかりためて打つリターンと、時間を奪うリターンと、それと例えばブロックするリターンもあれば、リターンからドップ打ちかけていくっていうパターンもあるだろうし、いろんなバリエーションがあると思うんですよ。 狙うとこでもねだ。だから、あともう一つは、その、どういうんですか、えー、っと、いろんなサーブに対してね、例えばこう食い込んでくるとか、逃げていくとかね、それに対して、あの、うちでやってるのはもう毎回毎回なんだけど、必ず、そのサーブ、あの、サーブ、リターンの球出しでね、あの、食い込まれた時のステップとか、遠い時のステップとかっていうとこ、そのステップをこう合わせていくのをやるのね。で、まあ今回、まあ土,土日の方でも、その基本的なね、基本版をね、ちょっとやって、 で基本的なところあのまずやり方を覚えてもらったらそれに合わせて例えば自分がどこ弱いのか例えばバウンドした弾むのバックハンドが弱いのかとか、えー、とどういうとこが弱いのかとかボディに来た時にステップが合わないのかとか。もうちょっとねステップ リターンのステップワークが雑だから、ステップワークをちょっともうちょっとみんなこう合わすことをやらなきゃいけないんじゃないのかなって、ほとんどみんなの,あの,あのジュニア見てると、リターンというかストロークだよねっていうね、<laughs> ストロークじゃんみたいな、そんな感じの子が多いから、だからあの、あとよく聞くと、リターンっていうのちゃんとやってないんだよね、みんなね。リターンとしての練習やってないから。 なので、まあ、その、リターンの練習では何ぞやというのをね、ちょっとまあ、土日でやるんで、まあ、下概要欄見てもらったら、基本編と、それと応用編とやるので、まあ、できたら応用編は一度基本編やってもらった方がいいかなと思うのね。あの、ちょっと、いきなり応用編に入ってもらっても、多分、あの、ステップワークのとこまでの、なんていうかな、あの、入りまではちょっともう、は、は、は、っとできないんだけどっていう人は、多分ついてこれないと思うんですよなのでちょっと順序踏んでやってもらった方がいいから あの、一回それはちょっと、あの、なんていうのかな、あの、基本編からね、ちょっと入ってもらった方がいいんじゃないのかな、とは思うんですけど、そういう感じで、その、なんていうのかな、この、自分がどこがよ、どこの位置が弱いのかっていう、その、盲点をちゃんと知った上で、リターンっていうのを解決していって、で、それでやっぱり、あの、なんていうのかな、リターンから、やっぱりこの、 どういうのかなえー、プレッシャーをかけていくっていうか、だから、ステップしてから前に入るってこと、そのステップの仕方もなんか、なんかみんな曖昧だしね、なんか歩数も合ってないし、えー、だから歩数値じゃ必ず合わせるから、歩数をね、必ずね。で、歩数を合わせるから、で、サーバーが歩数を合わせないにするわけよね。でそういう掛引きがサーブリターンの中でこう見えなきゃいけないけど、それすら見えてない、ね、単に、で、それもサーブなんかこう入れてるだけだ、みたいなのがたまにあるから。 だから、ちょっとサーブリターンの練習をね、やっぱりそういうふうにちょっともっときっちり、なんていうのかな、あの、やる必要あるのだから、あの、聞いたらね、サーブリターンすごい練習少ないですよね、どこもね。で、あ,あっても、なんかリターンを調整するとか、その聞いたことないんですよね。どっかありますそのリターンの、をもっと明確に、このステップワークから何かこう調整してるっていうの。うちばやってますよ、これ。必ずね。あーの,ーううの、特にこれちょっと時間今かけてやってるから。 ま、それでもね、なんかね、定着するってね、あの、なかなか難しいよね。うちでも、何回もステップワークやるんだけど、で、試合になるとね、結局お前ストロークやってんじゃん、みたいな。そんな感じだから。やっぱり、試合になることまだできないのね。僕はちょっと怖いとこもあるしね。だから、あれってね、もうやり続けないと、リターンのステップワークとかっていうのは、できないんだろうなと思うのね。なので、う,ん、うちに来てもらっても、あとはもう自分でね、やっぱり意識してやらないと、多分、きついんだろうなって思うのね。まあ、まあまあ、今回リターンの話だけど、 概要欄見てもらったらリターンの、ね、と練習の日もあるか見てもらったらいいと思うんだけど、あ,あともう一つね、最近思ったのは、まあ、私らが思ったのはね、あのコーナーギげはやっぱり弱いよなっていうね、あの一つ一つショットの、ね、技術はうまいなとは思うんだよね。 で、まあ確かにトップの方のコーナーね、まあ、コーナー際はやっぱり上手いですから、全国レベルになってくるとね、当然コーナー打ってもそうから切り返す力があるからいいんだけど、多くがやっぱりね、あのコーナー打たれたら帰ってこないんだよね、ボールにはっきり言ってね。だからコートの真ん中でいい練習、あの、いい試合できるんだよ。コートの走りに立ったら急に何かスペックがボーンと下がるっていうのがやっぱ特徴だから。 だから自分がどこに立った時に何が起こってんのっていうね、ど,どんな質になるのっていうの多分理解してないと思うんだよね。この間、あの、えっ、ー、と、木曜日平日の昼間なんだけどね、ちょっと、あの、ある、あの、県の、えっ、ー、と、えっ、ー、と、兵庫と大阪のね、あ兵庫と大阪のも行っちゃった、まあ、あの、まあ、本選レベルのね、ホーラーが集まって、あの、昼間、ちょっと、あの、学校休んでもらって練習会したんだけど。 あの、まあ、一応みんな本戦レベルなんでね、あの、なんていうのかな、あの、そこそこ、ま、打てるのね、うまいんだけど。あの、そのレベルでも、その、例えば自分がこう、どこに立って、立った時には何が起こるとか、で、逆に相手がどこに立った時に何が起こるとか、相手はどこに立っ,立ってるのっていうね、そこの明確さがなかったりするのね。な、これ基本戦術でちゃんとあることだから、 そこ分かってないと、やっぱりこう攻めようがないよねっていうふうな学校があるのねで。そこでやっぱりそのコーナーってのはやっぱり弱いのね。このコーナーと、コートは端ねで。そこでやっぱりこう、なんだか当て返しとか、あの無理くりボールをガーン打つんじゃなくて、こう安定してボールをこう潰してパーンと持っていくっていうふうな、あの質を目指していかないと、 こう厳しいんですよ、はっきり言ってね。だから、それをやっぱり、そのコーナー際のね、ちょっと練習。まあ、うちはこれクロスラリーの中からのクロスの展開でやるんだけど、まあ、クロスの展開練習っていうの書いてあるんで、また見てもらいたいんだけど、そのクロスラリーもね、ちょっとね、なんかこう、みんな曖昧でね、質が悪いんだよね。 あの多くがこうクロスラリーやってるけど、えこれストレートラリーじゃんっていうの多いのねだからあの。クロスで打ってるけど、よくよく考えたらストレートじゃないのっていうね。だからクロスというなんていうの動きになってないのね。だから、そのクロスからの動きってなってくると、やっぱり。 あの、例えばクロスだけでね、いくつの戦術が立てれるのって普通に考えるのね、最初にね。だからみんなに言うのね、クロスだけでど、どれだけの展開力を考えれる例えばショートクロスあるよねって、ドロップあるよねってで、ウィニングターゲットあるよね,るよねって、ロングクロスあるよねって、3つのクロスあるでしょ三つは、これもその2、30年前変わることだから、あの、実は理論たは変わってないんだよ。で、で、相手をどこに正せるのサイド正せるのそのまま後ろに追い込むのどういうふうにポジショニングさせてるのとかね。 それに乗る、例えばスライスがあったり、スピンがあったりとか、フラットがあったりとかってを組み合わせて、いっぱいバリエーションってあるのね。で、そのバリエーションを駆使して、これはクロスの展開な、クロスだけの中の展開をこう考えていくっていうのをこうやるわけよね。で、それで、これが自分があの反対クロスに追い込まれたら、そこでまたリセットして立て直せれるのかなとかね。 そういうふうなことなんだけど、なんか単に打ってるだけ、打ってるだけ、打ってるだけでしょ。なんか特に女子なんかこうフラットでポン、反対ダったフラットでポンみたいな、<laughs> フラットしかないじゃんみたいな。まあ、シンプルでまとめてそういう手もあるんだろうけど、発想がなかったりするからね。あのー、なので、例えばクロスの展開ではどんなことがあるのセンターだけで、もしセンターだけで戦えて言ったらどんな方法があるのとかね。で、そういうエリア、エリアに分けて踏みあの最後こうくっつけていくのね。あのー、そういうのをやるんだけど、その中でやっぱりこう、 こうあのセンターは結構ね、あの、崩れないんだけど、ちょっとバリエーションになると乏しいんだけどね。でも、あの、コーナー際ってやっぱり弱いよねっていうのね。だから、ちょっとコーナー際が強くなるっていうのが、まあ、ある程度全国に行くためには必要じゃないのかなというね、えー、いう感じがしましたよね。で、それとやっぱり、なんて言うんだろう。 あの、まあ、もし全国レベルで全国の上で戦うってことを考えたら、やっぱりこう、なんてボールを、ボールをこう、縛いてね、縛いてコントロールしてスタートかなって私いつも言ってんのね。なんか、丁寧に打って,て、てミスしないよに打って、とかで、それでコントロールしてるんだったらまだまだビギナーじゃないじゃなくてボールを、ペンって打って、ミスせずコントロールしてるっていうところで、初めて多分、あの、選手としてスタートだよって話をしてるのね。あなので、まあ、そこまでに、ちゃんと行るまでに、 棒の重さとかも出さないし、まあこれも棒の重さ出すっていうのもやってるかまた下の概要欄見てもらったらいいと思うんだけど、あとラリー力ね、ラリーをどんな棒でもラリーでリセットできる力とかね、こういうのも練習、土日をやってるから、まだ見てもらえばいいんだけど、テーマ別でね、テーマでやって、その人時にやってるから、そんな感じで、あとその自分が何がその中でできてないのとかね。 あのこの間、勝てない子のための,あのレッスンってやってたのね、本当にもう1回戦勝てないかなんかっていうね、本当にもう、あのもう勝てない子を対象に行くことをやったんだけどあの、勝てない人、ごめんなさいねあの、もう原因分かったでしょ、なんで勝てない、多分見てくれてるかと思う人が何人かいると思うんだけど、なんで勝てないか分かったでしょ、距離感バラバラでしょ、それと目の使い方とか、それと判断する考え方とか、そんなとこからもうみんな引っかかってんじゃん、みんなはっきり言ってね。 でそういうのをなんかも、もともとなんかこう、袖で,できてる子っているのね、そういうね。多分生活習慣かなんかなんだろうな、多分ね。あれ、だから、才能じゃないのね、たまたま分かってたかできてたかが,が結構影響してて,て、ああいうのって。運動神経じゃないところで引っかかってるんだだから今回も運動神経じゃ関係ないところでね、あの、なんか引っかかってね、あの、勝ててないんだな、っていうのね、結構見えましたよね。あのー、なので、あの、そこら辺からね、押さえていってね、何が悪いのかを考えないと。で、 あの、まあ、正直、ある人はね、ま、あ本戦、あの、上がれると思いますかって言って、私に質問してきたのね。ふざたら、あの、ね、あの、励ましてみに大丈夫だよ頑張れよって言ったきたんだけど、私は言ったのはっきり多分無理かなって言って言ったのね。あの、もう正直言うしかないもん、ね、だからじゃあ、あの、それでも言ったのね、それでも勝てなきゃダメよって。じゃあ、何をすれば勝てると思うって。それをちょっと真剣に考えようよっていうことを話をしたのね。あの、 なんていうかね、根拠のない励ましからは、ら励ましていきそうだったら励ますよ。でも根拠のない励ましを言ったところで無理なの分かってるもんだって、その技術的に厳しいのは。もう本人は多分分かってるはずだから、でも何がダメなのかも伝えてあるし、あのー、全部、あの、なんかラップ用でも伝えたから、あとはそれをやるだけでしょっていうね。 でまあ、その中でもちょっと今回プライベートもお願いされたんだけど、多分プライベートじゃなくて、その辺の体の動き作りからその辺やった方がいいかなと思ったから、あのまず今はプライベート必要ないよって言,って、まずま、ず言われたその課題を、ね、ちょっとやってみてよって話をして、私はやっぱりこうプライベートなんかもその必要であれば受けるけど、今後なんで必要な方もちょっと受けないようにしようと思うのねっていうのは、効果出なかったら、やっぱりそれでしばらく信用を落とすと思ってるのね。 あの、よく、高飛車だな、みたいな、感じがするかもしれないけど。でも、あの、効果多分、た難しいだろうな、とかって、あの、いう状態で受けても、多分、無理なもんだもんね。で、明らかに、よっしゃ、これで確信があると思ったら、私逆に言うのね、この、このプライベート受けてくれませんかと、私、頼むの、逆に言えばね、自信があるから、そういうのね。 そんなもんだと思うのね。だからそれが神話だと思ってるんだけど。あの、まあ、その曲も聞いたらいろんな工事のところレッスンを受けてる見てられたけど、もう結局受けてもやっぱりその要点を押さえてなかったらもう無理だろうなと思うのね。はっきり言ってちょっと厳しいけど、無理なんですよ。正直言って。ね。だからそこはちょっと、やっぱりこう、なんていうのかな。あの、今回言った要点をね、ちょっと、あの、きれに押さえてもらってやった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まあまあ、それはちょっと今話いっぱい飛んだけど、やっぱりその、今回、 のまあ、全国に今、ね、今の今来てる子らが全国で戦うためって言ったら、今言ったようにサーブリターンの分とで、コーナー制度とね、やっぱり質の高いストロークっていうのをもうちょっとしっかりできないと。で、それをができた状態でいろんな組み立てとか戦術とかってのがあるのね。だからそれ以前なんだよね。そこがやっぱりちょっと欠落してる子が多いから、あのー、ちょっと頑張ってもらった方がいいんじゃないのかなってね。あの、いいボール打ってこう言うんだけど、まだ私からすれば、うん、ちょっと、 あの、打ってるだけなんだろうなーって言って、なんかこう、安定して重いボールでトンっていう、こう、なんかこう、てててん、ポンって言って、ドンっていこうんじゃないのなんかして、ええーって打って、ピューンええーっピューンって感じでしょだから、その、必死はわかるんだけど、なんかこの、じゃなくてもっと楽に、ポンって打って、 ポンっていう、この余裕がある中での状態を作っていかないとまあ厳しいから。かといってね、そういう子がね、逆に、あの、真似だけね、ふーんってやってもね、ひろ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 としかならないから。もうそれはもう仕方ないけどね、やっぱりこの体の,の、なんか動かないからでも作っていかないから、仕方ないんだけど。あのまあそんなとこなんだろうなーというのを思いましたね。まあ全国に上がるには、ちょっと、 まずサーブリターンとかの質から言うと、特にリターンね、ねま、コーナー精度、それとボールの質的なところね、そういうところをもうちょっとこう見直せないと厳しいかなという感じがしました。ですね。えー、というのがあ、ごめんなさい。